このような構造を持つ分子を極性分子と。では我々生物にとって欠かすことのできない水の分子を考えてみよう。水分子を構成する原子の一つは酸素です。そう、もう一つ水素です。その通り。かっこいい。さて、水が今度は絶対前にしたら、マイクロ波を私も当てられたい。水分子内に振動を起こし、熱を発生させる家庭用品は何だろう。君答えて。マイクロ波を照射することによって水分子内に振動を起こし熱を発生させる家庭用品は。マイクロ波を照射することによって水分子内に振動を起こし熱を発生させる家庭用品は。マイクロゼット。電子レンジ。次はイオン結合と水素結合について考えてみよう。で、分かったんですか？前にも言ったように現象には必ず理由がある。頭が突然燃えたことにも理由はある。それはもう聞きました。だから前にも言ったと前置きしただろう。同じことを繰り返さなくても結構です。君は何か腹を立てているのか。分かります。まさか僕に。科学者って人の気持ちについては深く考えないんだな。当たり前だよ。感情は論理的ではない。論理的ではないものにまともに取り合うのは時間の無駄だ。分からないかな。例えば君が犬のうんちだとしよう。はい。うんちだから臭くてたまらない。なのにそれを目の前にしてなぜ臭いかを考え続けるやつがいるか。処理するか、その場から逃げ出すか。とにかく犬のうんちにまともに取り合うのは時間の無駄だ。つまり私は犬のうんち。そうだ、何度も言わせるな。このドス黒い感情はどうしたらいいの。感情に興味はない。今日のテーマは突然頭が燃えたことを別のアプローチから考えてみようということだ。ムカつく。つまりそれは自然発生的なものか、それとも人工的なものなのか。は？分かりやすく言えば事故なのか事件なのか。私は事件だと思います。なぜ。刑事の勘。実に非論理的だ。犬のうんちですか。うんちだね。うんち。ああ、うんちだ。あなたを逮捕したい。ほらまたうんちが出た。